神谷総平氏、大和ユダヤ友好協会からもランナウェイ、理事退任でございます。はい。こちら、大和ユダヤ友好協会の、潜入映像と、この動画、すいません、削除をしております。まずこの報告をさせていただきます。これは YouTube に神谷氏サイドからと思われる通報がありまして、法律的には違法ではないんですけれども、YouTube の対応が、予測不可能な、不能なためですね、まあ一応念のため、動画を削除いたしました。ちょっと YouTube の、プライバシーポリシーとかがですね、非常に曖昧なため、ちょっとまあ、さらに私たちのチャンネルどう考えても狙われておりますゆえですね、バンをされてもいけないということで、まあ動画を削除いたしました。で、本日、動画再アップをしております。コメント概要欄に、URL を貼っておりますので、ぜひまだこちらの方もご覧いただいてない方は、ご覧になってください。で、この後この内容を、中心的な部分、解説を本日もさせていただきます。しかし、この動画の後ですね、私たちがこの動画を出した後、まあ、最近ですが、神谷総平氏は、大和ユダヤ友好協会の理事を退任したという情報がありまして、参議院会館の、神谷事務所に問い合わせたところ、退任したと。退任理由は、協会に迷惑をかけるからというふうに言っております。何が迷惑なんだろうと思いますね。問題がないんなら、しっかりと務めるべきじゃないでしょうか。問題があるんなら、最初からやるべきではないんじゃないでしょうか。批判されたらすぐランナウェイする神谷氏と、まあ、いつもこうですね。でもこれ、辞めたからって言って、本質何も変わってないんです。彼が日々付き合ってる人たち、全く変わっていませんよ。本質は変わらない。だって、大和ユダヤ友好協会の主張は、ロスチャイルドは素晴らしいと言っていたんですね。また、友好協会での神谷氏の発言は、国会議員の力を使って日本とイスラエルの友好をやっていくと、こう言ったんですね。イスラエルを作ったのがロスチャイルドです。はい。これはまあ、もうほぼイコールですね。We'll be right back.